高岡駅は、富山県高岡市下関町にある、愛の風と山鉄道、西日本旅客鉄道の駅である。本校では、万葉線の高岡駅停留場についても扱う。愛の風と山鉄道と、JR 西日本の高岡駅には、愛の風と山鉄道の愛の風と山鉄道線と、JR 西日本の上花線、氷見線が乗り入れる。氷見線。 上花線は共に当駅が起点であり、JR としての所属線は上花線である。愛の風と山鉄道線はもともと JR 西日本の北陸本線の一部であったが、北陸新幹線を延伸に伴い、愛の風と山鉄道へ移管された。これに伴い、在来線構内は JR 西日本の在来線である上花線、日見線も含め、 愛の風と山鉄道の管轄となった。万葉線の高岡駅停留場には、東停留場を起点とする高岡軌動線が乗り入れる。なお旅客場は万葉線と案内される。1898年開業当時の高岡駅、対象年間の当駅周辺の状況を示した、地図昭和30年代の高岡、軌動線整備事業前の高岡駅前整備事業後の、 高岡駅前、南口川橋上化整備計画予定図9月5日、古城公園口工事中の様子12月2日2007年10月13日より、JR 高岡駅の橋上化工事が開始された。駅舎橋上化のほか、氷見線ホームの移設、万葉線高岡駅前停留場の移設及び二面化、高岡ステーションビルの建て替えなどが行われた。2009年12月13日より、 南口仮駅舎として新しい橋の部分供用が開始された。京城駅は2011年8月28日に完成し、供用を開始した。自由通路は万葉ロードと命名され、これまでの北口、南口の故障もそれぞれ、古城公園口、随竜寺口と改められた。2014年3月29日に高岡駅、 ステーションビル、キューリーン高岡がオープン及びペデストリアンデッキが完成し、同年6月1日に高岡駅地下街の全面供用が開始された。なお、従来は駅の北側と南側を南北地下通路で結んでいたが、この強常化に伴い、キューリーン高岡開業と同時に地下通路は廃止され、現在は埋め戻されている。南北地下通路には、 高岡市伏木出身の洋画家、鶴谷昇る制作の高岡五車山祭りのタイルアートが内壁に設置されていたが、旧ュ高岡地下街の整備によりこれは同地下街の広場に移設されている。京城駅舎を有する地上駅で乗り場は4面7線である。通常は駅長室のある駅舎側から番号を振るが、当駅では、 地上駅時代の駅本屋から最も遠い上花線、乗り場から番号が振られている。これは、元来、高岡駅に最初に到達したのが、中越鉄道線であった名残であると言われている。97.8番乗り場のみ、他の乗り場から離れた駅舎の名を江つ方の隣にあり、正面改札口から古線橋を通らずに行くことが、可能。 1>, 1から6番のリバイは古戦橋で連絡していたが、2010年8月23日より97番と8番ホームは廃止され、正面改札口前に短式の新7番ホームが共用開始されてからは、秘密戦線用ホームとなった。改札口はかつては直営の正面改札口の他にも、 古千橋の南の月あたりに JR 西日本金沢メンテックが業務を受託する南口改札が北の月あたりには委託職員による州改札業務のみの高岡ステーションデパート改札が存在した北側の駅ビル改札は高岡ステーションデパートの閉店と同時に廃止され2011年8月28日より京城駅舎の供用が開始されたため 以前の正面改札口並びに南口改札も廃止され、京城駅舎に新設された直営の一箇所に集約された。愛の風と山鉄道の直営駅で緑の窓口、自動券売機が設置されている。IC 専用の扉付き自動改札機は2016年2月27日に利用開始された。 JR 管轄時代末期は、富山地域鉄道部管轄の直営駅であった。乗り場到着、発車メロディ2017年3月13日から、愛の風富山鉄道新旅客案内システム導入に、伴い独自の到着メロディ、発車メロディが導入された。なお、新旅客案内システム導入以前は、北陸本線主要駅標準の詳細自動放送の文面であり、 列車発車時には、古市の高岡が流れていた。東端式ホームに面2線を有し、駅ビル、キュ高岡1階にホーム、待合室がある。2014年3月29日に移転するまでは、駅前に一面一線のホームが設置されていた。電車が発着するとき、JR 西日本、愛の風と山鉄道高岡駅と、同じく、伝統工芸の高岡銅器のお鈴を使った、 独自の発車メロディが流れるが、JR 西日本、愛の風と山鉄道高岡駅の曲とは異なる。乗り場所は36年当時の高岡駅、周辺航空写真あたり駅における貨物取扱いは、1986年11月1日に廃止された。1953年10月10日付、鉄道広報第百2 5 4号通報専用線。 一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1967年7月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。かつては、 宮島商店という駅弁業者が駅弁の販売を行っていたが、1990年代後半に廃業し、1998年頃からは、源が駅弁を取り扱っていたが、2019年6月23日をもって、高岡駅での駅弁の販売は終了した。過去に販売されていた主な駅弁は、下記の通り、富山県統計年間及び、 高岡市統計所によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り、前述の通り故障が北口から古城公園口となった。観光バスやツアーバスから転換した高速バスは、主に随流寺口に乗り入れる。前述の通り故障が南口から随流寺口となった。古城公園口の駅前広場内にバスターミナルがあり、下越の大バス及び、 親会社の富山地方鉄道が運行する周辺各地への路線バスや世界遺産、白川号、箇山の合唱づくり、集落、東京、名古屋、和倉温泉、金沢方面への高速バスなどが発着している。このバスターミナルは人工デッキによってキューリーン高岡と接続している。また、キューリーン高岡1階に待合室と、 加越ノーバス乗車券センターがある。かつては、駅前広場の東にある、駅前ビル内にバスターミナルがあった。高岡駅周辺整備事業によって、古城公園口周辺が閉鎖されることから、2012年1月に、ひみせんの97番、8番ホーム跡を整地した、大体駅前広場に一旦移転し、その後、駅前広場が完成すると2014年3月に、 現在の場所へ再移転した。突起な着物はすべてカエツノーバスにより運行。随流寺口の駅前ロータリーにもバス停留所があり、周辺各地への路線バスなどが発着している。特に、高岡駅南口から新高岡駅間は高頻度に、路線バスが運行されている。また、東京方面への高速バスのうち、主にツアーバスから転換した路線が、 ロータリー周辺に発着している。突起な着物はすべて下越のノーバスによる運行。愛の風と山鉄道線の愛の風ライナー JR 西日本の観光列車ベルモンターニュエメールの隣の停車駅は各列車記事を参照のこと。高岡駅停留場に関するカテゴリー。ありがとうございます。